初防衛戦が8月2日の両国、あのバンバンクラッシャーバンバンピガロの挑戦を続けたものであります。肩口に持ち上げる猪木を持ち上げてダブルリフトアップ、軽々と猪木の104キロの体を持ち上げて場外に落としました。場外に落としました。これはやはりすごいパワーです。ウィリアムスの桁外れのパワーがリング上で示されました。猪木の初防衛、8月2日クラッシャーバンバンピガロが相手になりました。そして日本人としてピガロから初めてのポールを奪って初防衛に成功。2回目の防衛戦は9月1日福岡国際センターでビッグバードックの挑戦のチャレンジを受けましたが、15分22秒、エンディングリからの大当たりでバードックを退けて、この IWGP ヘビー級の2回目の防衛に成功しています。コンギアが3回目の防衛戦になりますが、相手は強豪スティーブ・ウィリアムス、レッドリープロフェッサー、殺人鬼という異名を持ちますウィリアムスであります。アメリカ中学の UWF ヘビー級チャンピオンになったその女性を買って、この IWGP のヘビー級タイトルマッチ中学に挑戦をしています。今シーズンは外人勢の格乱闘として桁外れのパワーで日本全国各地で大暴れしていますウィリアムス。トンガザ・バーバリアムとヒロキへの挑戦権をかけて挑戦者決定戦を行いました。そしてこのウィリアムスがバーバリアンに勝って今夜の試合とこうなったわけでありますが、ヒロキのナックルアローか、ヒロキのナックルアロー、弓のようにキーテープ近づくナックルパート、ナックルアローが3連発。ゆっくりとしたインターバルを取って膝をついたウィリアムスですが、ウィリアムスもこんなパンチで押し、これは急所攻撃か、急所攻撃か、ウィリアムスが猪木に急所攻撃。猪木はバッタッと後ろに倒れました。これは苦しいですね。さあゆっくりと持ち上げて、松坂さんはパイルドライバー、滞空時間が長い、パイルドライバーに持っていった、ロープサイドカットが入るが、カウント1つ、まだ猪木余力があります。猪木余力を残すか。しかし3回目の防衛戦、立ち上がり非常に苦しいものがありましたが、山本さんどうでしょうか、ここまでの試合見てて。そうですね、かわした、ラリアットかわした、エンディングリップ、猪木のイライグリップ、エンディングリップを見舞いました。猪木一瞬の隙を突きます。さあそれからトップロープへ登ると、トップロープへ登ってリードロップ、お有効か。そして立っているスタンディングポジションのウィリアムスに頭をめがけてリードロップを見舞いました。これはすごい、トップロープからの攻撃、猪木の攻撃でウィリアムスがやや劣勢に立たされたか。猪木コールは凄まじい。さあキック攻撃に行こうという猪木か。しかしここウィリアムスがパンチ攻撃でそれをかわしました。やはり肩もかちになりますね、そういう意味ではアントニオ猪木スロープレーが勝ったという ね、 そうですね、痛い右肩、実は左肩が痛いように見せかけているという、はい、その猪木の作戦が成功しているのかもしれませんが、しかしそれにしましてもこのスティーブ・ウィリアムスはとにかく強豪です。他はスタンピンと行こうというところか、いやコーナーマットに体を移せました。アバラシホールドに行こうという体勢か、もう一回、すごいパワーです、すごいパワー。そして肩口からドスンと落としました山本さんね、はい、おっと危ないカウント、これはコーナーを両方往復してしまうんですからね、猪木を肩口に持ち上げて。